皆さんこんにちは、小場所です。田村です。はい、今回はねちょっとね、はい、まあ物申す系になっちゃうんですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、まあ、結論から言うと、うん、自称進学校結構僕ら批判したりとか、うん、まあ動画でも言うと思うんですけど、はい、やっぱり自称進学校って結構学校が悪いみたいなイメージあるじゃないですか。確かに学校の先生がなんかその厳しいとか、うん、なんか補習ばっかりするとかいろいろ言ってるんだけど、うん、まあその自称進学校もいろいろあるんでね、一括りにはできないんだけど、はい、いわゆる自称進学校的発想、はい、自称進学校というよりは自称進学校的な発想、的な発想、はい、っていうのは結局ご家庭とか生徒さんが支えてんじゃないのって僕結構思うようになりました最近。なるほど。どういうことかというと、はい、ちょっと言葉を説明するとね、自称進学校的発想って何なのかというと、例えば授業をたくさんやればいいとか、はい、補習をねたくさんどんどんどん課外みたいなものを入れてやればいいとか、うん、宿題をたくさん出せばいいとか、うん、そういう発想ですよ。はい、でそれって確かにその僕らから見ると非常に理不尽だし、はい、意味のないものが多い。あの宿題をたくさん出すこと自体はいいんですよ、うん、ただ意味のある宿題を意味のあるように出さないとダメですよね。確かにそうですね。そう、だから例えばもう当然分かっているものをただ作業的にずっとやり続けさせたりとか、はい、例えば古文を右から左に移すとか、うん、実際は左から右かな、分かんないけど、やるとしたら移すとか、そういうことを永遠にやっていても意味はないじゃないですか。うん、そうですね。そういう、まあ別にそればっかりその自称進学校がやってるとは限らないけれども、うん、そういう発想ということです。うんうん、そういう思想っていうので、はい、やっぱり勉強しちゃうと成績って上がらないんだけども、うん、はい、結構そういう思想って実はご家庭とか生徒さんにも根付いちゃってんじゃないかなって。根付いてしまってる。そう、というのはどういうことかというと、やっぱり僕もこの3月4月で非常にたくさんの方と面談をしてますと、はい、まあ、まだ4月になるかなんないかぐらいでこれ撮ってるんですけど、そうですね、うん、やっぱりね多いのは、はい、授業を受けすぎて落ちましたって人が多い、浪人生を見てて。なるほど。うん、とかあとは成績が上がりませんっていう新高3生とか新高2生の話を聞いてると、はい、授業ばっかり受けてる人が多い。授業ばっかり受けてて実際に自分で勉強してる時間が取れてないと。そう、うん、だから例えばびっくりするのはね、はい、週に勉強、うん、自分がやってる勉強時間が20時間とかの子がいるんですよ。なるほど。まあまあまあそんくらいの子はいるじゃん。はい、いますね。うん、じゃあその子塾通ってて、はい、どんくらい行ってんのって聞くと、週に8時間とか10時間ぐらい塾行ってんのよ。めちゃくちゃ言ってますね。でしょ、自分の勉強時間の3分の1ぐらいをその塾の講義に当ててるわけよ。うん、だから塾の時間と自分の時間を入れたら週に30時間ぐらいですみたいな、うんうん、いやまあ週に30時間で足りるか足りないかって議論は置いときますよ、はい、まあ、うちだったらもっとやらせますけど、うん、ただ基本的に3分の1授業を受けてるって多すぎんって、うん、でもちろんですよ、例えば今世界史を途中まで行ってると、はい、勉強の、うん、だからひたすら今はたまたま今は世界史をめちゃくちゃスタディサプリ見てるとか、うん、たまたまその映像授業で受講してるとか、はい、だからそうなってますだったらまあ分かるじゃん、うん、そうだけどなんか英語とか数学とか国語とかこうバランスよく言ってんだよ塾全部、うん、そうで何やってんのって聞くと、はい、塾の中身を、うん、まあ、別に大した対策はしてないんだよね、そういう人たちってやっぱり、はい、うん、だから本当に自分も基礎学力もあって、うんうん、例えばもうなんだろうな、例えば早慶行きたいんだったら早慶レベルの英語はそういうものを読んでますとか、はい、ね、古文だったらそういう問題を解きまくってますだったら、まあ、まだまだ分かるんだけど、そうですね、そうでもないのよ、自分の志望校にぴったり合ったことをやってるわけでもなくて、なるほど、ただただその週に10時間とか8時間ぐらいのそのコマを受けてる、講義を受けてるってなってて、だからそれってなんか結局伸びないじゃん絶対。そうですね、伸びないですね、うん、でそれを例えばさ高3の最後までやっちゃったらさほぼ落ちるじゃん、うん、その第一志望には、はい、そうってなった時にやっぱりじゃあなんでそうなっちゃうのかっていうと、はい、まあそのご家庭なのかご本人なのか分かんないけど、やっぱりその頭の片隅にまあコマを受けとけばどうにかなるかなとか、なるほど、授業を受けとけばまあなんかいいことあるんじゃないみたいな、うん、そういう信仰があるんじゃないかなと思ってるのよ。まあ、ちょっと他力本願的なところがあるかな。そう、一部ね、一部ね、はい、うん、だから別に勉強してるんでその子はね、はい、してない人と比べれば偉いんですよ、うん、ただしてる人でもちょっとそういう甘えとか、うん、あとはその普通に考えたらさ自分で問題解いた方がいいに決まってるんで、そうですね、っていうことが分かるはずなんだけども、うん、やっぱそこに至れない、うんうん、要は自分だと甘えてんだよね要はね、うん、っていう部分が あるのかなって、なるほど、うん、思うんですよ。確かに自分でこう、うん、受動的にというか授業を受ける方がただ単にあの自分でこう実際に手を動かして勉強するよりも、まあ、言ってしまえば何枚も楽というか、そうですもんね。そうそう、うん、だしその結局授業さえ受けてれば、はい、なんか何かしら宿題は出るじゃんちょろっと出ますね。それもやってれば時間は潰れるじゃん、うん、だからその週に30時間、まあ、僕らからすると別にしょぼいけど、はい、まあ、彼とか彼女とかその周りの人たちからすればやってる方かもしれないじゃん、うんうん、そうするとさ自分は週何時間やってるってことになってって自信になっちゃう、変な意味で、うんうん、
そうで結局、まあ、数ヶ月はとかね半年とか1年やってあれなんか成績上がんなかったなって後で後悔するわけですよ、うんうんうん、だ結局なんかそういう同じ1時間の勉強をするでも、はい、そのなんていうかな、なんかテクニックとか、なんか勉強効率とかで1時間を上げるとか、うん、そういうレベルにですらなくて、うん、そもそもその1時間の使い方というか、うん、分かるよね、分かります、ね、そうそう、なんか別になんか暗記テクニックを工夫すれば1時間で 何単語を覚えられますとかね、はい、何問数学が理解できますとか、そういう小手先の話とか、うん、なんかもうちょっと上のレベルの話ではなくて、もっと根源的に1時間ボケーっと映像を見てるのか、うん、自分で問題解くのか、うん、もしくはちゃんと時間用意ドンって測って解くのか、うんうん、全然やっぱ違いますよね。違いますね。そうだからやっぱりそのある種自称進学校的思想って言っていいのか分かんないけど、なんか授業進行と言ってもいいかもしれないですね、うんうん、駒埋めればいいみたいな、うんうん、っていうのはやっぱり違うなっていうのがまず一つ、はい、なるほど、うん、そして二つ目なんだけど、これも自称進学校というよりはなんかもう一個の宗教だなって僕思ってるんだけど、宗教ですか？そう、また別途メインチャンネルで話そうと思ってるんだけど、はい、もう部活って宗教じゃないって僕すげえ思うんですよ。まあ確かにそういうようなところありますね。ちなみにさ、うん、イギリスの高校とかって一応部活みたいなのあるでしょ？部活はまあありました、ね、それってさどんな感じ、みんなもう用意どんで始まって、はい、用意決まったタイミングで引退みたいな感じなんですか？引退ですか？なんかこうみんな一斉に引退するみたいな日本はあると思うんですけど、高三のやつとか、うん、そうそうそう、イギリスは別に辞めたかったら辞めてもいいっていう感じですね、だよね、希望性ですね、うん、別に、まあ、ただ一応なんかさ最後あるでしょ、その高三の、あ、あります、本当の最後の最後までやる人っているの？本当の最後の最後までやる人もまあ半分ぐらいいますけど、でもまあ全員が全員こうやりきるかというと別にそういうわけではなくて、別に辞めたら辞めたでいいんじゃないって、他の部にも行けるし、他の部に行ってもいいし、はい、まあ、勉強というか、 なんか自分のやりたいことやってもいいし、そうですね、うん、話聞いてるほど、話聞いてる限り日本ほどなんかそんなになんか圧力というか軍隊みたいなじゃないよね、じゃない気がします。そうだ、僕それが本当不思議で、その他にも海外のいろんな人に過去話したことあるんだけど、はい、そんな日本だけなのよ、うん、なんかその別にさ引退の時期がなんで決まってんのって話で、別に好きな時に辞めればいいじゃんって思うんだけど、ね、うん、なんかその高校1年生入ったらまずみんな部活に入って、うん、でしかもそのなんか運動部の方が偉いみたいな、うん、あれ、ね、じゃん、まあそれは運動部の方が偉いみたいなのはちょっと海外でもあるらしいんだけど、はい、そうだけどまあ入ってで続けるか続けないかもずっとなんかこうあれで、辞めようとすると顧問に説得されるみたいなね、あ、そう、お前は気合入ってないとかさ、あの寺村君も言ってたけどね、うん、まあ、部活辞めたら成績下がるぞとかよく分かんない、それ筋の通って、はい、ってないことを脅されたりとか、それ何なのって僕思うんですよ。確かにそこまで部活至上主義ではないかもしれないですね、うん、そうで別にね部活をやるなと言ってないんですよ、うん、僕は一言も、はい、うん、言ってないんだけど、例えばちょっと嫌だなって思いながら部活をやったりとか、うん、あと部活が負担だなって勉強の、うん、っていう風に思うんだったら別に部活やめてもいいんじゃないって僕は思うんですけど、うん、まあ、ちょっとその話はまた別途メインチャンネルでするんで置いときますけど、はい、だそういう思想もね、うん、なんか結局部活ってやりきった方がいいんだとか、うん、それによって社会性が身につくんだとか、うん、そういった別にそれが進化義化は置いといて、そういう信仰がやっぱ学校にもあるかもしれないけど、うんうん、そもそもご家庭とか生徒さん自身にあるからそうなんじゃないのって思うんですよ。確かにそうですね。そう、うん、だ結局僕ね今面談たくさんしてます3月とかで、うんうん、でそうすると部活もやっててみたいな、で成績も良くなくてみたいな、はい、で学校の課題も多くてみたいな来るんですよ、うん、僕まず言うのは、じゃあまず何かやめてくださいって言います、まずストレートにね、うんうん、なんでかというと、だってそう都合が良すぎるのよ、うん、だ別にね あなたが成績が良かろうが良くなかろうが僕らは困りません、はい、で世の中の人も誰も困りません、うん、そう困るのはあなたぐらいです、うん、もしかしたらもう親御さんも困るかもしれないけど、うん、ほぼあなただけですと、ね、で別にだからあなたが 今の学力で、ね、今の行ける大学に行く何も問題はないですと、うん、ね、だけどあなたはもっといい大学に行きたいと言ってるんですね、だから勉強時間は必要ですねと、うん、そうだよねと、うん、だからいろんな塾でね説明聞きに行くとなんか短時間でどうのこうのとか、うんうん、なんかね短い時間で逆転とか言ってるけど、あんなんまあ基本全部僕は嘘だと思ってるので、うんうん、勉強時間は絶対に必要ですと。そうですね、そうもちろん例えば1000時間やった時に、ね、偏差値が3伸びる人と5伸びる人と、まあ、1しか伸びない人、その違いはあるかもしれないけど、時間が必要かどうかといえば必要なんで、そうですね、そう、うん、0時間で偏差値5伸びる人はいないんで、いないですね、なので、うん、時間は必要なんですと、はい、じゃあ時間がないですっていうなら、うん、じゃあ時間を作りましょうなんですよ、うんうん、そうですね、単純にそれだけの話なんですよ、うん、そうだから別にそもそも受験勉強を別にどうでもいいと思ってるのであれば、全然今の通り、まあ、学校の勉強も頑張って授業もちゃんと真面目に受けて部活も最後の最後までやりきって卒業すればいいじゃんと、うん、だけどそうじゃないんでしょと、うん、今の勉強をよりね今の成績をより上げてって、うん、いい大学に受かりたい、しかも大体そういう人ってこうかなり難関大学、うん、まあ、国立大学とか、まあね、私立でも上位のね、はい、総計とかマーチとかそういうところを上げてく
くださるので、はい、であればこのぐらい勉強時間は必要だからなんとかしましょうねっていうと、うん、いや部活が学校がとか言ってから、うん、いやじゃ何か犠牲にしてくださいって話なんですよ。確かにそうですね、うん、だ部活を辞めるもよし、ね、で別にじゃ部活は絶対辞めたくないんだったら学校で内職しろって話じゃないですか、うん、で内職もしたくない、定期テストも頑張りたい、うん、そんなのわがままじゃないって僕は思うんですよ、うん、そんなこと無理じゃん、無理、ね、そう例えば僕らだって何かを捨てて今のことをやってるわけ で、 そうです、ね、で例えば僕ら今まさにこう YouTube 撮ってるけど、はい、別にこれをやめればさこの分かんない10分間15分間、はい、別にスマホ触りながらダラダラできるわけじゃん、できます、まあ、できます、まあ仕事中だからダメだけどさ、まあ、それじゃね、まあまあまあ、でも今物理的にはできるわけじゃん、そうです、ね、だけどその時間を捨てて今動画を撮ってるわけじゃん、はい、それは別にそのなんかさよし今日は絶対に動画を撮るぞとかそう強い固い決意でやってるわけじゃないけど、うん、だけど何かの時間はやっぱり捨てて今のことをやってるわけで、確かにそう人間は1個のことしかその瞬間はできないから、うん、結局何を取るのかっていうのはぜひ考えてほしい、うん、ってなった時にその学校でやってることっていうのはなんか絶対にもう捨てられないと、うんうんね、定期テストもしっかりやるし授業もしっかり聞いて、うん、部活も最後までやりきって、うん、で別にいいんですよ、成績が今かなりいいんだったらじゃあそのまま行ってくださいって感じなんだけど、はい、成績良くないということであればそこはねなんかしてほしいなと思うんだけど、ただ、まあ、そこでもちろんね切り替えてじゃあ私はこうしますって人もいるし僕はこうしますって人もいるんだけど、やっぱりねどっちかというとまだまだ半数ぐらいの人とかっていうのは、はい、うーんってなっちゃうんですよね、うん、うーんどうしようってなっちゃって、まあ、やっぱり学校のこともってなっちゃって、別にいいんですよそれも結論として僕の話を聞いて、それでねやっぱり自分は学校の方を大事にしたい、受験より部活とかその定期テストとかやりたいっていうなら全然いいと思うのよ僕は、はい、そこに対してねお前おかしいとかそんなことは1ミリも思わないですと、うん、ただ受験屋さんとしては、うんうん、受験のことを言われればそうだよねっていう話なんで、うんうん、確かに、うん、だからなんかたまに僕言うのは、うん、留学だと思えばいいと思ってて、留学ですか、あ受験っていう国、そう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 、別の国の、そうだから例えばさ、例えばアメリカにさ半年留学するとしたらさ、はい、日本にはいられないじゃん、いられないですね、でしょ、うん、だそう考えれば物理的にさ、うん、動くから分かりやすいじゃん、じゃあ例えば今の学校にあと半年通えますか、まあアメリカに行ったら通えないよ ね、 そう部活もできないよね、うん、友達と遊べまあまあないよねと、うん、まあたまにね1回ぐらい帰ってきたら遊べるかもしれないけどほとんど遊べないよね、はい、アメリカ行きますかどうかみたいな、まあ、別にアメリカじゃなくてどこでもいいんだけどさ、海外だったら、まあそうですね、イギリスでもいいんだけど、うんうん、そう思えばあな、まあ、多少多分ね理解はしていただけるんだけど、まあ、でも、まあ、ちょっとそこまで極端ではないけど、うんまあ、でもそういうことじゃん要は、そうですね、そうだ言ったら、まあ、もう一個よく言うのは、うん、新しく一個部活に入ると思ってくれと、受験部、そうそう受験部、受験部、めちゃくちゃ厳しい部活、週7 練習週7みたいな、まあ、それちょっと笑い話で言うんだけど、うん、でも本当そういう感覚でやっぱりやってもらわないといけないから、確かにそう、まあ別にいいんですよ、そのだから部活を選んでいただいたって、うん、学校を選んでいただいたっていいんだけど、その全部何でもかんでも手に入ると思うのは、うん、ちょっとそれは都合が良いってこと、確かに、うん、だしやっぱり僕らからすると正直、まあ、高校もね大事な時間だと思うけど、やっぱり大学時代の方がさ、はい、将来の友人とか、はい、ね、つながりとかっていうのは濃いじゃないですか、そうですね、高校より高校がダメっていうわけじゃなくてね、はい、僕も高校ですごいいい経験させてもらったんでダメじゃないけども、まあ、ただそういう意味で言うと大学受験を頑張った方がいいのかなって僕はちょっと思うわけですよ、うん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 、ってなというのを自然にそうだよねって思える人もいるんだけど、うん、なかなか思えない人もいて、うん、やっぱりそういう人たちと結構まあしっかりと毎回毎回1時間近く話してると、はい、うん、やっぱりそういうこう信仰、まあ、宗教っていうとなんか悪く言ってるように聞こえちゃってよくないんだけど、うん、そこに対して根強い支持があるのかなっていうふうに感じました。確かに、なんかいわゆる学校でいい子、うん、真面目な子っていうとちゃんと学校行って授業を聞いて、そうそうそうで宿題やって部活もやってみたいな、そうそうそう、なんかそういうのありますよ、ね、それが生徒会やってみたいな、生徒会やってそれがなんか社会から求められるいい子、そう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 、なんかそういったところありますね。そうだからまあ別にいいんだよ、うん、それが悪いことは言ってないですよ僕らは、はい、なんだけどそれ以外も皆さんで生きる道ってあるし、うん、はい、そうなんかこう人生をより良くする豊かにする方法はあるよねというのは一応言っておきますと、はい、ただ決めるのは皆さんなんで、うん、それは別にね、みんながみんな僕の通りやったらそれこそ気持ち悪い宗教になっちゃうので全然僕と違う意見の人がいても OK だし、小林が言ってること意味不明って言われても OK なんだけど、ただ僕はこう思うよということでございます、うん、はい、はい、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、まあね、そういったいろんなこう、まあ、思想とか理不尽さっていうのがその受験業界にはあるんだけど、はい、やっぱりまあもちろん塾がねおかしいとか予備校がおかしいとかその学校がおかしいっていうのもあるんだけど、やっぱりご家庭とか生徒さん自身が実は心のどこかでそういうものをこう求めちゃってる部分もあるんじゃないかということでございました、うん、はい、はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。